巨人吉川、帯状疱疹の中全試合出場していた。吉川の額に紫色のおできが一体何事なのかと聞くと、吉川は、帯状疱疹です。眼球まで痛いです。帯状疱疹とかいう地獄のように辛い神経痛のやつ。そんなんで出てえんか。帯状疱疹はガチでやべえからな、すごすぎるわ。前が帯状疱疹になった時は3日間はほぼ寝たきり状態の地獄やったわ。プレイしない出場に意味あんの？お前らも帯状疱疹はマジで地獄やからワクチン打っとけよ。1イニング守備についただけの試合もあるのに全試合出場つってもね。マジ？ Y 君1週間くらいロキソニン飲んでも身動きできんレベルで痛かったで。症状のひどい人はブロック注射しないと日常生活送れないらしいね。帯状疱疹ってそのものはうつらんけど未感染者への水筒はうつるんでしょ。スペの代表みたいな感じだったのに最近はむしろ鉄人エピソードが増えてるな。ご視聴ありがとうございました。